ゆいまーるラジオ FM ウルマをお聞きの皆さんこんにちは金曜日三時を回りまして昭和歌謡大前週の時間です担当の砂川です一時間思い出の歌懐かしの歌でお付き合いくださいますようによろしくお願いをいたしますさて、えー、まあ応募も終わりましてね、えー、先週の放送の時がちょうどウクイの日に当たりました おかずの店カネクではですね、たくさんの方々からご注文があったと。大変嬉しかったんだけれども、このご注文に対してですね、100%答えることができなかったということを非常に申し訳ないというふうに、カネクスミコさんから今日お電話がありました。皆さんにお詫びをしてくださいということでした。やっぱり一生懸命やっていても、この限度というんでしょうかね、100%この皆さんの 注文に答えることができないというところですね、えー、嬉しい反面皆さんに対して申し訳ないというふうな気持ちがあるんですよというふうなことを話しておりました、まあ、ありがとうございましたという,うんと同時に、えー、お答えできなかった方々に大変申し訳ないということを私の方からも伝えてほしいということでした本当にありがとうございましたまあ沖縄の年中行事に合わせてやってるわけですから スタッフ一同がですね、誠意を込めて、真心を込めて、お料理作りに頑張っておりますんでね、どうぞこれからもよろしくお願いしたいと思います。で、この後、今月20日がお彼岸の入りということになりますね。23日が秋分の日ですから、20日がお彼岸の入りで、1週間ぐらいでしょうかね、そのお彼岸ができるのはですね。こで えー、採用の件、募集の件ですけどね、夜勤の方だけを今、若干募集したいということでした。勤務時間が午後2時からですね、夕方の8時までの勤務の時間ですね。それで、えー、若干名ですね、午後2時から夕方の6時までの勤務の方、お仕事できる方、ぜひですね、お電話ください。 で金木のその電話番号なんですが零九八九六五の零七零八番ですね零七零八番電話を入れてですね金井澄子さんとお話し合いになってみてくださいさて、えー、ご存知の通りこの放送はこの番組は一、えー、人の歌手の方のおリクエストをいただいてヒット曲とエピソードの数々をまあ、お届けをしている番組なんですが今日はですね。 八代亜紀さん皆さんよくご存知ですよね八代亜紀さん1950年の8月の29日を生まれ熊本県の出身ですね八代氏この八代さんの八代というこの字は名字はですね八代氏から取った名前だそうですね 八代ですが名前は八代とい呼んで八代亜紀ということだそうです、えー、まあ歌手でありながらですねタレント、まあ、画家としても非常に有名なんですねご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思いますが画家としても大変素晴らしい国際的なレベルの絵を描いておるようですさあその八代亜紀さんなんですが、えー 小学校5年の時にですねたまたま父親が買ってきたジュリー・ロンドンのレコードを聞いてですねそのハスキーボイスに非常に見せられたんだそうですでもともと自身もハスキーボイスの持ち主だったもんですからその自分のハスキーの声にですね若干のコンプレックスを持っていたらしいんですねところがジュリー・ロンドンの性質に勇気づけられてですね クラブ歌手になることを意識すするるよううににななったととんですね歌手になることじゃなくてクラブ歌手になることを意識するようになったというんですね。その辺よくは分かりませんが。で中学校卒業後ですね地元熊本のバス会社九州産業交通のバスガイドとして、まあ、勤務していたんですが15歳で。 父親の反対を押し切っても上京したというんですね。で、銀座のクラブ歌手となって、スタンダードやポップスなどをまあ歌っていたんだそうです。15歳ですからね、父親にもう本当に感動寸前まで行ったとっいってですね、ところが逆にですね、その父親を説得したというんですね。だから、八代さんの半端じゃないところがこの辺に今現れていると思うんですが。 そして1971年、定地区から「愛は死んでも」という歌でもデビューしたんだそうです。そして、読売テレビのオーディション番組、全日本歌謡選手権、こういう番組確かにありましたよね。10、えー、週連続でね、勝ち抜くと歌手になれるというのが例のあの番組ですね。その番組に出場してですね、実習週連続勝ち抜きで グランドチャンピオンに輝いたということなんですね。そして1973年の「涙声」。これで、まあ、大ヒットを飛ばすんですね。デビューしたのはその前なんですが、とにかくこの涙いが「涙声」がなんと120万枚の大ヒットになったんだそうです。でその後も「忍び声」、「愛一筋」、「女の夢」、「花水仙 もう一度会いたい、女港町、愛の執着駅などなど女心を歌った歌で次々とヒット曲を連発したということなんですね。今日はもちろんこの歌も準備をしてあります。さあそんな八代亜紀さんを今日特集してお届けするわけですが早速ですねその船歌からお聴きいただきたいと思いますがこの船歌はですね えー、1979年新境地を開拓したまあ初めての男歌で、えー、この「船歌が生まれてまあ大ヒットしたんだそうですが、えー、1980年に発表した「雨の墓場」で日本レコード大賞などをまあ受賞するわけなんですね。で非常に素晴らしい歌がこう次々とまあヒットしていくわけですね。でこの「船歌に出てくる「ですねお酒はぬるめの考え」 魚は炙ったイカでいいという昔が冒頭に出てくるわけなんですが炙ったイカは大好きなもののお酒は飲めないとのことだそうです。八代さんですねお酒は飲めない <laughs> 飲みそうな感じですけどね見た感じは。さあそれじゃ早速ですねその船歌とそれから「雨の慕情」そして「女港町」3曲続けてお届けしてみたいと思います。 さあ行きましょうどうぞ 2曲目は「雨の母仗」です。 そして女港町です はい、えー、まず「船唄」そして「雨の墓場」「ただいまの女港町」3曲をお聴きいただきましたでさっき、えー、冒頭でですね、えー、画家としても非常に名前を知られているというふうな話をしましたが、えー、そのフランスの「ですねル・サロン」この「ル・サロン」展にですね5年連続で入選、えー、日本の芸能人としては 初の正会員になるなど大活躍をもしているということなんですね詳しくは知りませんが父親はですね八代さんに画家になってもらいたかったというんですねところが本人がやっぱり歌い手になりたいということで、えー、まあ父親反対する父親を説得してですね東京に行って、えーまあ、歌手になったわけなんですねそれとですねペルー共和国のラ・メルセリ・ル メルセアキ、ね、工業技術学校が設立したということでも知られているようですね。ペルーに対するボランティア活動も行っていたということなんですね。また、1999年にはペルーで開催された NHK のど島にもゲスト出演しているということなんですね。と言いますのもね、ペルーの,の元大統領のアル,バル,アルベルト・ 藤森さんです、ね、の両親がです、ね、熊本県出身ということで、以前からその藤森さんを支援しつつ、ペルーに対してもボランティア活動を行っていたということなんですね。まあ、そういったことが縁で、この工業高校を設立したりです、ね、NHK ののど自慢にゲストで出演したりしたということなんですね。素晴らしい活躍ですね。このル・サロン展 これは私は内容はよくは分かりませんがとにかく、まあえー、日本から応募して5年連続ま入選するわけですからね腕はこ確かなもんだと思いますね素晴らしいことですさあ,あそんな八代亜紀さんを特注してお届けをしております今日の昭和歌謡大全集4曲目5曲目をご紹介していきたいと思いますが今度はですね「もう一度会いたい」それから「女の夢」 2曲をお聴きいただきたいと思いますさあ行きましょうどうぞ そして女の夢どうぞ はい、えー、昭和歌謡大全集うるま市石川赤崎にあります FM うるまのスタジオから砂川が生放送でお届けをしておりますそして今日は八代亜紀さんを特集してお届けをしておりますあと30秒20秒ほどで3時半になるところなんですがこの放送はおかずの店かねくの提供でお届けをしておりますそのかねくではですね、まあ、お日帰りを行く 今月二十日に控えまして、夜の夜勤の方をですね、募集をしております。若干名です。午後の二時から夕方の六時までお仕事ができる方を若干名募集しております。九月今月のまあ二十日が今月の二十日がですね、お彼岸の入りということになっておりまして、二十三日が修分の日ですね。だいたい一週間ぐらいですかこのお彼岸の日にちというのは。 まあその間にご先祖様に内壁をしてねご質問をお供えして付与するわけなんですがそのお彼岸のスタッフ要員と,として若干名募集をしております夜勤の方はですね午後の2時から夕方の6時までの時間帯でお仕事のできる方を若干名募集しておりますどうぞ。 その金久の電話番号はですね098965-0708番ですから、えー、お仕事してみたいと思う方どうぞ電話をくださいで細かい点についてですねオーナーの金久み子さんとお話し合ってくださいさあ昭和歌謡大全集後半もお付き合いくださいますようによろしくお願いをいたします まあ歌手でありながらね、画家としても、国際レベルの画家としても知られている、その八代亜紀さん、エピソードをちょっとまたご紹介しますとね、えー、っとね、ボランティア活動の一環としてですね、1981年より、女子刑務所の慰問講演を続けているんだそうです。 1981年からですね女子刑務所の慰問公演を続けているということですねそして2000年日本全国全ての女子刑務所を訪問したことになるんだそうです2000年ですねすごいことだと思いますねこの女子刑務所の慰問ではね船村徹さんの話も有名な話がありますよね えーまあ、女子刑務所を訪問してですね、えー、船村さん作った歌をこう歌うんですね、えー、そしたらその事件、えー、何女子、えー、その刑務所の女子たち女の人たちがですね涙を流してみんなこう泣いてね船村さんの歌に聴き入ったという話があるんですね。まあ、八代さんもねそういったあ刑務所のか 刑務所慰問公演しているわけですから当然そういった場面に何度も何度もあったんじゃないかと思うんですね素晴らしいことだと思いますねそしてもう一つ紹介しておきましょう2012年これは3年前のことになりますか故郷である熊本県八代市に新設新しく作られたですね熊本県立八,八代清流高等学校の 新高科政策を、まあ、依頼されたんだそうですねそして故郷の若者がふるさとを思い愛する気持ちを持ってもらえればということで快諾をしたというんですねで八代さん自ら作詞作曲した新高科を熊本県立八,八代清流高等学校に送ったというエピソードがあるんですね素晴らしいことですね普天間香里さんでしたか沖縄の、ねえー、自分の母校の小学校でしたかね えー、効果を作詞作曲して送ったという話がまぎ、あ、わわしておりましたけど素晴らしいことですね歌手だからできることでしょうかね、えーまあ、素晴らしいことだと思いますねさあそんな八代亜紀さんの歌後半はですね「忍び声」それから「あなたに尽くします」そして「女の涙」3曲続けていってみたいと思います まずしのびいからでですすこれもいい歌なんですね皆さんまあほとんどの方がご存知だと思いますが非常に好きな歌の一曲です。さあお届けしましょうどうぞ。 さて今度は「あなたに尽くします」。 さあそして「女の涙」ですどうぞ。 はい、えー、昭和歌謡大全集今日は八代亜紀さんを特集してお届けをしてまいりましたがあと10分ぐらいがありますね大丈夫だあと2曲はいけると思いますがところで皆さん八代さんといえばこの演歌だけを歌ってるかと思いがちなんですが「さにあらず」なんですね「ジャズを歌われる」っていうんですねいやーびっくりしましたねえー、っとね「ジャズアルバム夜のアルバム」という「 ユニバアルバムをですねユニバーサル・ユニバーサル・ミュージック・ジャパンから発売したんだそうです。2012年のことだそうですが楽曲は世界75カ国で同時配信され歌手活動を42年目にして世界デビューを果たしたというんですね。でちなみにですねマレーシアのジャズチャートではマレーシアではですね1位を獲得したのははじめとして アジア諸国でも上位を記録しているんだそうですで。ちなみにシンガポールでは2位ですね、台湾で4位、で香港で7位とこんな素晴らしい活躍をしているんですね。そして同じ年にですね、東京でもですね、ジャズ歌手としてブルーノート東京というところでジャズ歌手としてステージに立ったというエピソードがあるんですね。素晴らしいことですね。 さあ,あいよいよ最後の2曲になりましたが今日最後に「ですね、えー、涙の朝」と「涙鯉」をお届けする予定なんですがこの最後にお届けする「涙鯉」これももちろん大ヒットしたんですけどね1973年にもこの「涙鯉」が大ヒットしたんですがその後ですねトラック運転手から「トラック野郎の女神」として絶大な支持を得るようになって とと呼ばれるよううになったというんですねで八代さんの顔を模した観音の絵が描かれたトラックが出現したそれば沖縄でも見たことがありますね皆さん見たことあると思いますがえー、っとねこれがまあきっかけになってですね、えー、当時大ヒット飛ばしていた東映映画「トラック野郎度胸一番星」に、えー、女ダンプ運転手としてその役で出演したということで なんです、ね、まあご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思います。そんな涙声を今日最後のお届けしますがその前に涙の朝をお届けしてみたいと思います。さあ行きましょうどうぞ。 さあ、そして今日最後の曲です「涙声」どうぞお聴きください。 さて金曜日3時からの放送「昭和歌謡大全集」今日は八代亜紀さんを特集してお届けいたしました「船歌雨の慕情」「女港町」「もう一度会いたい」「女の夢」「忍び声」「あなたに尽くします」「女の涙」「涙の朝」そして「ただいまの 涙濃い以上実曲を今日はお届けいいたたしましまかがでしたかね皆さんお楽しみいただけましたかまあ歌それぞれにね思い出があろうかと思いますがまあ腰方を振り返りながらあ,あんなことがあったなこの歌を聴いた時あんなことがあったななんて思い出しながら聴いていただければ大変ありがたく思いますそしてこの放送はおかずの店かねくの提供でお届けをいたしましたその金ねでは お彼岸用のスタッフを募集しております夜勤の方ですね、えー、勤務時間が午後の2時から夕方の6時まで午後の2時から夕方の6時までお仕事のできる方を若干名募集しておりますどうぞよろしくお願いをいたします金子の電話番号なんですが098965-0708番965-0708番ですよろしくお願いいたします 週末いいことがありますようにお祈りしながらスタジオからお別れしたいと思います。来週金曜日午後3時昭和歌謡大全集昭和歌謡の世界でまたお会いしたいと思います。今日も聴いてくださってありがとうございました。それでは皆さんご犬よろしゅう。さよなら。